とにちゃんです。さて本日はですね、こちらのレトロガールで買った解禁シャツを使って着回しコーデを組んでみたので、よかったら最後まで見ていってください。それではレッツラー解禁シャツ。まず一コーデ目はシンプルに解禁シャツを留めて着てみました。こうやって留めて着るときは少し肩を落として後ろの方を引っ張って着てあげると大人っぽい感じになります。で、今回ボトムスで合わせたのも同じくレトロガールの鍵編みのスカートです。このスカートはベージュやし、すごく色物と合わせやすいです。全体的にゆるっとしているんですけど、やっぱ私はカジュアルっぽさを少し出したかったのでコンバースで合わせてみました。2コーデ目は結構ルーズな感じのコーディネートにしてみました。で、リブパンツを合わせているので少しね、こうゆるっとして見えるかなと思ったので、下はヒールのあるようなクリアなサンダルを選んでみました。タンクトップの上から着ることによって少し夏らしい感じと大人っぽさを演出しております。で、この格好はもう一つ着方がありまして、こういうちょっと長めのスカーフを用意して腰にリボン巻きしてあげます。まあこんな感じでざっくりでいいんですけど、そしたら真ん中から2個目ぐらいまでボタンを留めて肩を落とします。するとあら不思議、同じ格好なのにかなり雰囲気が違ったコーデを組むことができます。すごくない？いやもうね、こういう小物で色物とか柄物を使ってあげるのはすっごいおしゃれに見えるので、ぜひやってみてください。いや、このコーデめっちゃ好き。はい、じゃあ最後のコーデはノースリーブのワンピースの上からシャツを合わせてみました。個人的にはね、こういう格好なんか初めてしてみたんですけど、意外と合うなって思いました。黒のワンピースなんで色物なんでも合うし、少しルーズさ、カジュアルさが出るかなと思います。そしてそして、実はこちらのワンピースももう一つ着方があります。腰に巻いてたリボンを取って、このシャツのね、先っぽ端を2つぐらい結んであげると、はい、あら不思議、こちらも雰囲気が一気に変わります。さっきはね、腰にリボンを巻いていたんですけど、こうやってシャツで巻いてあげることによって少しトップス部分が上に上がるので足も綺麗に見えます。いやー、いいね、これがこなれ感ちゅうやつですよ、多分いかがだったでしょうか。これが私の解禁シャツ着回しコーデでした。ほんまにね、この解禁シャツは使いやすくてめちゃめちゃね、最近よく着ております。まあもちろんね、ちょっとこういうやっぱ色物系はまあその時のトレンドだったりとかするんですけど、解禁シャツっていうのがまず何色でもたくさん着回せるっていうことを皆さんにお見せできればなと思ったので、今回ねちょっと動画にしてみました。ほんまにこうね、留める、開ける、縛るっていうこの3つするだけですごいね、いろんなコーデが組めるし、全部雰囲気もね、系統も変えることができるので、マジでもう本当にみんなね、このシャツは絶対持っておく方がいい。もう何枚やっても絶対いいと思うしね。なのでね、もしよかったらぜひ皆さんのコーデの参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram やもやってるので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Wish I could go back, turn the hands off time. Whoa-oh, whoa-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care.